岡田茂る8月3日から1995年7月20日は日本の実業家三越社長。老舗百貨店三越を率いて10年にわたり社長に君臨し流通会の革命児と呼ばれたが1982年の三越事件で解任され後に特別配任で有罪へと明暗に用を生きた京都府出身。1938年 慶応義塾大学文学部卒業。1972年から三越社長を務め、岡田天皇と呼ばれるほどのワンマン体制で牽制を振るったが、愛人への不正な利益供与などの背任行為が問題となるなどして解任され、法的にも有罪判決を受けることとなった。大学を卒業した1938年に三越に入社。 宣伝部長を経て銀座店店長となった。同店店長時代にはヤングファッションを中心とする営業政策や日本、マクドナルドのテナント入りで成績を上げた。これによって岡田は当時の三越社長、松田伊佐の公表を得る一方、社内での公私混同が問題とされるようにもなっていた。専務時代の1970年には日本放送の高崎一郎と共に、 日本初のテレビショッピング番組とも言われる東京ホームジョッキーを立ち上げている三越社長1972年に松田の公認の社長に就任これからは物だけ並べて売る時代じゃなくなるから旅行、趣味、教育、医療にも目を向けろいずれ来る高齢化社会に備えて百貨店型と差別化して何ができるか考えろと語るなど百貨店経営において ユニークな発想を持っていた。社長としては決断力が高く指示が非常に早かったが、社内では岡田天皇と呼ばれるほどのワンマン体制を築き、意に沿わぬ人物を次々と粛清する。岡田のライバルとされていた坂倉義明を常務の座から追い、坂倉は堤成人の招きで西部百貨店副社長となった後、社長となる。 三越事件強引な経営手法は1982年6月には優越的地位の乱用で公正取引委員会から新決を受ける。そして同年8月の古代ペルシャ秘宝店で偽物騒ぎが発生。さらに三越の女帝と呼ばれた愛人の竹久道への不当な利益供与も明るみに出た。こうした中、水面下では三井銀行の小山五郎相談役などの 三井グループの幹部や三越の半岡田派を中心とした岡田卸しの準備が進められていた。同年9月22日には取締役会が行われたが、その途中で岡田は副審の専務杉田忠義に議長を交代した。そこで杉田は秘密裏に計画していた岡田解任決議案を発議16対0で可決成立し、その場で岡田は 非常勤取締役に降格となった。この時岡田が発したとされる言葉、なぜだ、は流行語となる。10月に竹久が特別背任で逮捕、10月29日に岡田自身も逮捕される。逮捕の際に取締役を辞任、これ以後三越とは株主の一人としてのつながりだけになった。1987年に東京地裁で 懲役3年6ヶ月の実刑判決、控訴審の東京高裁で1993年に、懲役3年の実刑判決が出され、上告するが係争中の1995年7月20日、人不全のため死去、80歳没。また竹久も、懲役2年6月、罰金6000万円の実刑判決が確定、栃木刑務所に就監され、 岡田の死から14年後の2009年7月24日に死去した。ありがとうございます。